こんにちは。ノートイベントをご覧いただきありがとうございます。今回の司会進行を務めますノートディレクターの平野です。今日はどうぞよろしくお願いします。今回のテーマはファンとつながるブランドストーリーの届け方です。今回ベースさんと共同でイベントを開催し、ブランドストーリーを上手に伝えているドゲットストアの山下さんとバディーズの狩矢崎さんをゲストにお迎えして、その届け方のポイントを伺っていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。今回の流れとしましては、最初にノートとベースの簡単なご紹介をさせていただいた後、ゲストのお二人とトークを進めていきたいと思います。トークテーマについては事前にいただいた70ぐらいのかなりたくさんいただいた質問の中から3つのテーマに分けてお話ししていきたいと思います。その内容が、発信の目的、コンテンツ、集客、この3つでセクションを分けてお聞きしていきたいと思います。時間は合わせて1時間程度を予定しています。まずそれでは、ゲストのご紹介をさせていただきたいと思います。まずはゲスト1人目、ロケットストアの山下義弘さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単にご紹介させていただきます。無印良品を運営する良品計画で店長などを務め独立されました。文具と収納商品のラベリングをテーマにしたロケットストアを大阪府箕面市で運営されています。三角コーン看板の D2C や最近やっているクラウドファンディングを活用したオリジナル文具開発など、ノートを起点にさまざまな挑戦を行っていらっしゃいます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。続いて狩矢崎翔吾さんをご紹介いたします。環境や社会に配慮したグッズのセレクトショップを運営されています。タグラインとして、どうせ買い物するなら環境や社会にいいものを選ぼうという思いを持った仲間、つまりバディとを増やすことを目標に活動していらっしゃいます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくさんです。すいません、入れとさん。はい、偽名で狩矢崎を名乗らせていただいてるんですけれども、狩矢崎翔吾さんが大好きで名乗らせていただいてるんで、はい、大変恐縮です。今日はよろしくお願いいたします。左すいません。続いてベースの岸本さんのご紹介いたします。2016年5月にベース株式会社に入社いたしました。ベースビジネスディビジョンにて新規事業の開発や新規顧客の開拓のマネージャーとして、地方銀行との提携や渋谷丸井の常設店渋谷ベースの立ち上げなどを行っていらっしゃいます。今日は、同じくモデレーターとして参加していただきます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、紹介をさせていただいたので早速本題に入りたいと思います。スライドを映せますでしょうか。早速まずは、各サービス、つまりノートとベースの紹介を簡単にさせていただいた後、第2部に移っていきたいと思いますので、まず最初にベースの紹介からさせていただきます。はい、お願いします。はい、それでは、ベース株式会社の岸本と申します。本日は、ノートさんと共催という形で、一緒に、ゲストスペシャルなゲストのお二方入っていただいて、いろいろお話しできればなと思っております。よろしくお願いいたします。ここからはここからはベースの説明をさせてください。もうすでにご利用いただいている方もおられるかなというふうに思うんですけれども、改めてこれから始められるという方もおられるかなと思いますので、ご説明の機会をいただいております。はい、ページめくっていただいてお願いいたします。はい、でまずベースなんですけれども、ミッションとしてペイメントトゥーザピーポー、パワートゥーザピーポーという形で、一人一人に眠る思いが、感性が、才能が、世界中の必要な人に届くように、そこから生まれる作品にアイデアに活動に正当な対価を受けられるように、ペイメントを世界中の人へ開放する、世界の全ての人に自分の力を自由に価値へ変えて生きていけるチャンスを、新しい決済で新しい経済をという形でミッションを掲げさせていただいております。で会社自体は六本木にございまして、
まあ、上場もさせていただいて、あの社員もどん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 まあ大きくなっているような形でございますし、まあ、合わせてそのクリエイターの方であったりとかネットショップのオーナー様に対してあのより良いあのプロダクトをご提供できるようにあの、まあ、従業員ともども努力しているというような感じでございます。はい。でベース あの簡単なポイントを改めて言うっていう形になるんですけど、3つほど、ご説明させていただければなというふうに思っております。まず月額の費用とか初期の費用というのは一切不要でございます。商品が売れた時のみにあの売上に応じたその手数料というのをいただくような形をいただいております。またですね、あの決済導入が非常に簡単でございます。クレジットカードのお支払いであったりとかあの即時審査みたいな形であの即結構ショップを開けるっていうところが、まあ、大きなポイントになっているというようなところになっています。で3つ目になるんですけれども、こちらが多彩なデザインテンプレートっていう形で、あの実際にあのほぼノーコードであのご利用いただくってことも全然あのできますし、デザイン知識がない方はテンプレートをご購入いただくっていうふうな形であの簡単に綺麗なショップを作れるっていうところが特徴点になっております。でおかげさまでですね、あの本当にぐんぐんぐんとご利用いただける方が、非常に増えておりまして、今、全国であの150万店舗っていう形でご利用いただいてた経験があるという形でございます。でじゃあどういう方にこうご利用いただきたいのか、ないしは、まあ、皆さんあのいろいろお悩みあられるかなというふうに思うんですけれども、こういった方もご利用されておられますというところをご紹介させていただきます。まずネットショップを始めてみたい、でもちょっと難しそうみたいな形での方は、結構ベースっていうのは本当にあの簡単にご利用できるっていうところが非常に大きなポイントになっています。またですね、あの結構そのネットショップを使っていく中の過程においてお金っていうものが結構心配になられる方もおられるかなというふうに思うんですけれども、ベースの場合ですと初期の費用であったりとか月額の費用っていうのは0円であのご利用いただくことが可能になっています。なので非常にまあ使いやすくてあの始めやすいっていうところが大きなポイントになっています。あとですね、あの細かい部分でもあるかもしれないですけれども、ホームページを持っておられない方であったりとか、あとホームページは持っておられるけれども注文を電話とかそのファックスとかでお受けになっておられる方っていうものは方は結構そのベースっていうのをご利用いただけるんではないのかなっていうふうに考えています。で実際にですね、あのご利用いただく時のご料金っていうふうな形でベース簡単決済というものがございます。こちらがですね、主に7つ の, あの決済手段をご利用いただけるようになっております。クレジットカード、キャリアの決済、携帯電話 の, あの料金ですね、のところから引き落とされるものであったりとか、あと銀行振り込み、コンビニでのお支払い、ペイパル、後払い、アマゾンペイっていうものを決済としてはご用意させていただいております。でそこにですね、あの注文の合計金額、商品代金と送料に対して我々は 6.6% プラス40円という形でいただいております。でこの中にですね、あの決済のご料金というのもすでに含まれているというふうな形でございますので、まあ、この金額を、我々はいただいているという形であの安価にあの始められるというような形でございます。で実際にそのお金の流れというところを少しあの簡単にご説明させていただきます。で左のあごめんなさい右にある、代金のお支払い、こちらがですね購入者様になります。で購入者様がまず代金をお支払いいただきます。でその後にですねネットショップのオーナーさんであったりとかクリエイター様が商品をご発送いただきます。でご発送いただいてその金額を実際に、ベースに、引き出し申請をしていただくという形になります。でその後に、お振り込みをさせていただくというふうな流れになっています。はい。なので非常に簡単にあのご利用いただけるというところがあのポイントになっていますね。はい。で実際にですね、さっきの4番のところでお振り込みっていうところが出てきたかなっていうふうに思うんですけれども、振り込み期間っていうのも非常にあの早くなっています。実際にあのご申請をいただいてから10営業目にお振り込みをさせていただきます。で、結構その、なんていうんですかね、法人でのその取引みたいな形になると、その月末の翌月末払いみたいな感じで、支払いサイトが結構長かったりとかする場合で、結構キャッシュフローが大変だよみたいな感じの方もおられるかなと思うんですけれども、ベースの場合ですと、スピーディーに10営業日で、お支払いを、お振り込みをさせていただくというような形になっております。他にですね、あのベースの機能としてはあのいろんな機能もあのご用意させていただいております。実際にですね、あのベースアップスっていう機能になるんですけれども、あのこちらがまあほぼあのいろんな機能が揃っていて、大体今40種類ぐらいですかね、あのオフィシャルでもご公開させていただいてるんですけれども、あの拡張機能がご用意させていただいております。例えばその商品や地域ごとにあの送料を設定したい。みたいな方も当然日本全国で販売されておられますのでおられるかなと思うんですけれども、こちらの場合送料の詳細設定みたいなものが可能になっています。
またですね、既存のお客様に対してですね、メルマガとかを配信したいよみたいなご要望もあられるかなと思うんですけれども、この場合はメールマガジン配信アップみたいなものを使インストールしていただいてですね、使っていただくとメールをお送りすることが可能になっています。あと、まあ、いろいろ機能あるんですけれども、クーポンを利用してキャンペーンを実施したい場合においては、クーポン発行みたいなものも できますので、こういった機能をいろいろ ご調べいただいてですね、ご利用いただくっていうことを推奨させていただいております。はい、ここではちょっと全てはちょっとご紹介することができないんですけれども、テイクアウトの機能であったりとか予約注文の機能であったりとか抽選販売みたいな機能もあったりもしますので、ぜひいろいろ調べていただいて、ご自身に合ったアップス拡張機能をインストールしていただいてご利用いただくってことを推奨させていただいております。で、本当に多種多様のジャンルの方にベースっていうのをご利用いただいているっていうありがたい背景がございます。食であったりとか玩具であったりとか、もちろんファッションであったりとか、本当にいろんな方がですね、その物品を販売される、物販を販売されるって方がおられて、でその時にベースってものをご利用いただくと、実際にそのこのネットショップ自体がその営業マンみたいな感じにやっぱりなっていただいて、日本全国の方に対してご購入の機会を与えるっていうところができるかなというふうに思っておりますし、合わせてそれによってそのオーナー様であったりとかクリエイター様がどんどんとこうブランドであったりとか、その思いであったりとかストーリーみたいなものをこうご展開できるような形をご支援できればなというふうに考えております。はい、簡単ではありますけれどベースのご説明は、はい、以上になります。ありがとうございます。続いて簡単にノートの紹介もさせてください。ノートは一言で言うなら、ちょっと長いですね、クリエイターが文章や漫画、写真、音声を投稿できて、読者はそのコンテンツを楽しんで応援できるメディアプラットフォームです。ウェブのブラウザ、PC、スマホブラウザだけじゃなくて Android のアプリ、iOS のアプリ、どちらもご用意しております。どちらのデバイスからもアクセスができます。ノートのミッションは一言で言うなら、誰もが創作を始め続けられるようにするです。この創作を始めっていうところと続けられるようにするっていうところ、この2つが特に大事だと思っていて、やっぱり気合を入れて創作を始めたものの、それで断念してしまうっていうのをどうにかなくせないか、続けられるようにするための施策っていうのをノート全体でチームに一丸となって活動をしています、運営をしています。ノートの思想として大きな創作の街っていうのをイメージして、サービスを運営しています。ノートの中にはかなりのたくさんのコンテンツがあります。例えば漫画の投稿もありますし、エッセイもありますし、写真家さんによる写真の投稿、あとは YouTuber の方の動画とかも投稿している方もいらっしゃいます。本当にいろんな方がいらっしゃいますし、最近では、企業の方もノートを使ってくださる利用例も増えていて、会社さん、あとは学校、観光庁、美術館などの文化施設の利用例もかなり増えていて、本当に街のようにお店をやったりもするし、自分で好きなものを作ったものを発信したりっていう、本当に街のような存在になってきているなというふうに考えています。ノートの特徴3つあります。簡単にご説明します。思いが届きやすいこと、コンテンツ作りが簡単なこと、創作のための環境作りがあること、それぞれちょっと詳しく説明します。ノートは2021年3月時点ですが、380万人以上の会員が集まる、大きなプラットフォームです。すでにたくさんの方がいらっしゃるので、そのコンテンツを出した時に見てもらえる、気づいてもらえる可能性っていうのがすごく高いところが、他のブログと違う異なるところかなと思います。それにやっぱコンテンツを発信した後が見てもらえなかったら、すごくそれは悲しいことなので、投稿した記事の末尾に、その書いたノートの近しい属性の記事を自動的にこちらもおすすめという形で、レコメンドするっていうのも強化中です。あとは、自社でサイトを作るもいいんですけど、ノートの SEO を重視してかなり設計しています。なので、何かコンテンツを作ったら検索でそのまま検索流入で入ってきたりっていうので、書いたコンテンツがいろんな人に見てもらいやすいっていう仕組みも作ってます。続いて2番目です。分かりやすい投稿画面、
さまざまなコンテンツに対応している、あとは課金やコミュニケーションの仕組みがあるということです。もしまだノート使っていただいてないって使っていないという方はぜひ使っていただきたいんですが、あの投稿画面本当に真っ白です。あの書きやすさ作りやすさにこだわってかなり作り込んでます。創作がはかどると、まあ、いろんなクリエイターに、まあ、メモ代わりに使っているっていうクリエイターもすごくいらっしゃって、生産性が上がるとあの声をいただいてます。ちなみにあの新しいバージョンの投稿画面も、リリース予定で今ベータ版作成中です。あとはさまざまなコンテンツに対応というところですが、テキスト写真だけではなくて音声とか、まあ、ポッドキャスト配信ですかとか、あとは写真、まあ、動画など、まあ、合計5種類の投稿形式があるので、まあ、いろんなコンテンツに対応したノートを更新することができます。さらにやっぱノートで、まあ、なんていうんですか、コンテンツを作成していく上でやっぱそこでビジネスもできたらいいよねということで、記事を単体で販売したりとか、記事をまとめたマガジンで販売したり、定期的にコンテンツを配信する定期購読マガジンのような仕組みも揃っています。で、ストアオーナーさんぜひ使っていただきたい連携機能がありまして、それも簡単に紹介させてください。今事例としてバディーズさんと、ロケットストアさんのリンクを左側に貼ってます。これは、商品の URL を投稿画面に URL 貼り付けてエンターボタンを押すと、こういう形でリッチな形に表示されます。タイトル、説明文、値段、ボタン、このボタンを押すとベースのページに飛ぶという形になって、商品画像も出るので自分の商品の魅力を伝えた後にその商品のリンクがあってそのまま飛べるっていうふうに、そのままビジネスができるという形になってます。で、右側ですが新しく機能を作ったもので、ストアタブっていうものがあります。これは設定画面の方でベースさんとかストアーズさんとか EC 大手 EC サービスの URL を貼り付けると自動的にここに表示されます。これはドケットストアさんがの事例ですね。あ、ごめんなさい、違った。今ちょっと映しますね。こういう形でストアタブを開くと、こういう形でドケットストアさんの商品が表示されるという形になってます。はい、最後3点です。創作のための環境づくりということで、ランキングがないこと、広告がないこと、荒れにくい仕組みであること、この3つがあります。あのノートとして、読者側の視点に立つとやっぱランキングがあった方が、あとどれが人気なのかパッと見て分かるっていうのもあるんですけど、やっぱり僕らはクリエイターに寄り添いたいなというところで、やっぱランキングがあるとそれに合わせたコンテンツを作ってしまったりとか、多様性が失われてしまうっていうのを懸念していて、あえてランキングをつけていません。それは同じく広告がないこともそうです。広告で収益を稼ぐことができないので PV 偏重にならないとか、読む側としてもこう、ま、サイドバーに物がないのでコンテンツに集中しやすくなるっていう環境づくりをしています。あとは、感情的なコメント、カッとなった時にコメント、なんかついきついコメントをしてしまわないように、コメントする時に一呼吸置きましょうというモーダルを出したりと、そういう仕組みで解決できるようにいろいろ取り組んでいます。はい、簡単です、駆け足でしたが、ノートとベースの紹介をさせていただきました。それでは、本題であるトークセッションに移りたいと思います。はい、今回のトークテーマを考えるにあたって、事前に参加者の方から質問をいただきまして、合計70ぐらい本当に多くの質問をいただきました。その中でもちろん全部に答えられればよかったんですけど、ちょっとそれ時間の都合上難しいということで、大きく3つのテーマに分けていきます。まずは発信の目的、どうやってなぜ発信をしなきゃいけないのか、発信してみてどうだったのか。で、2番目、コンテンツどうやって作ればいいの、アイデアが枯渇して続けられないっていうお悩みがすごく多かったからです。で、3番目、運用集客、実際にこのファンとどうやってつながっているのか、つながるために何をしているのかっていうのを大きく分けて3つで伺っていきたいと思います。まずは1つ目ですね、発信の目的。
実際あのお二人がどうやってなぜ発信をしようと思ったのか、まあ、目的のところっていうのを一人ずつ伺えればと思いまして、最初はまず山下さんから伺えればと思います。どうでしょう。はい、はい、ですね、うちのお店の場合ですと、あの駅からすごい離れていて、はい、もともと駅がでもこう御堂筋線っていう大阪のメジャーな路線が伸びてきてですね、来年には駅が開通するよって言われてたんですけど、唐突に3年延期になりまして3年、これはまずいと、はい、で、まあ、ずっとここにいても仕方がないので、まあ、あの何かしようと思って、うんうん、まあ、動画もちょっと特に知識がなかったので文章は打てるなっていうので打ち始めたのがきっかけですね。文章は過去これまでの中で書いていた、そこは得意だった感じですか。ブログとかは全然やってなかったんですけど、はい、ただ、前の働いていた無印良品さんとかだと、はい、なんか議事録をまとめたりとか、うんうん、あとはお店で働くスタッフ向けにちょっと解説を書いたりとか、そういったことをよくしてました。そうでも書く土壌が生まれていた、だからまあその書いて伝えることにあまりハードルがなかった感じなんですかね。そうですね、書くこと自体はあの好きな方だったので。あ、好きな方だった。はい、合っていたとは思います。狩矢崎さんはいかがですか。好きな方だったんですか。いえ、違う、はい、実は必要に駆られてっていうところもありまして、うちメインの事業がディレクション会社で、ディレクターをやらせてもらってるんですけれども、はい、サブ事業の方で、まあ、ちょっと販売したりだとか、まあ、ちょっとコミュニティであったりだとか、そういうものをちょっと作った、なんか新規事業に、みんなで挑戦しようっていうのを、させてあのもらうことになったんですね、うんうん、はい、でその際に、販売する、場所として、ちょうどあの、まあ、たまたまノートの記事を拝見して、ベースで、販売ノートで、詳細をお伝えするっていうようなやり方をされているっていうのを拝見して、はいはい、まあ、SNS で、活用しながらちょっとスモールスタートあのちょうどやらせてもらいやすいなっていうことでやらせてもらいました、うん、もう発信することは前提で考えてたんですか、うん、あ、そうですね、そうですね、あのうちメーカーではないので、はい、自分たちで作るっていうことがあの、なかなかコスト的にも厳しかったっていうこともあって、うんうんうん、セレクトショップっていう形を取らせてもらってます、うん、で同時に、環境とか社会に、優しい、ことをあの行えるきっかけとか知るきっかけを提供したいっていうふうには思ってましたので、うんうん、なのであの、まあ、他社さんを紹介させていただくっていうとちょっと聞こえ悪いんですけど、うんうんうん、応援させていただくっていうような形で、うんうん、まああのまあ、どっちにもあの損がない形で、うん、ちょっとやらせてもらえないかなということであの、まあ、書くのも、頑張ってみんなでやり始めたっていうところからスタートさせてもらってます、はい、セレクトショップっていう形では山下さんも同じ形式になりますよね。はい、うん、実際その紹介の仕方とか、あの山下さんの場合もその発信はもう前提で考えて、お店をやるときから前提で考えていたんですか。いや、実はですね、1年間くらい副業でしていたので、はいはいはい、初めの1年間あの全然ネットをやってなかったんですよ。ネットをやってなかった。やってなかったんですよ。で、まあその鉄道が来たらお客さん多少は来るかなと思って感謝してたんですけど、はい、まあ、それは無理だっていうことが分かったので、はい、まあなんとかしなきゃっていうのであのこうやる気というか、はい、あの気がついた感じでもありますね、うんうんうん、その中であの、まあ、今回の場合ノートとベースを選んだ理由とか教えてもらってもいいですか。なるほど、ベースさんに関しては、まあ、商品画面の登録とかが簡単であることだったりとか、うんうん、あとはネットからの発送をするときに、初めはそれこそヤマトさんのアプリ連動っていう機能をつけてらっしゃるんですけれども、それがすごい便利で、初めやっぱり荷物の量が少ないとなるとヤマトさんにこうお店としてこう集荷来てくださないとかもなかなか交渉がしにくいんですけど、そのヤマトの集荷システムをベースさんを通して使ってるうちに、あ、こんだけ集荷数があるんだったらもう直接やりませんかみたいなお話もいただいてるので、まあ、スモールスタートにやっぱりぴったりだなと思ったのもきっかけの一つですね。うん
ノートはいかがですか？あ、ノートの方は、まあ、文章を打つというところで、まあ、ノートさんがちょうど脚光を浴び始めてたタイミングでもあったというので、まあ、触り始めたということと、まあ、先ほども紹介されてた URL を入れるだけであのリッチな形で商品がちゃんと出るというところとか、うんうんうん、あの結構使っていてストレスレスなところがすごい、あ、なるほど、はい、楽ですね。この頃もそのクラウドファンディングとかでやっぱり入力しようとすると結構あの昔ながらの入力形式だったりするんですけど、元さんってやはりその辺はすごい先を行ってらっしゃるので、うん、画像も結構高画質なものをドロップするだけでもすごい綺麗に入ったりするので、それはすごい助かってます。狩矢崎さんいかがですか、はい、バディーズさんとして、はい、ベースさんはやっぱり機能があの豊富っていうところが一番の決め手でした。で、あとは初期費用のところも、テンプレートのかっこよさであったりだとか、あ、はい、あのうちのは、テンプレートをあの、まあ、買わせていただいて、でそれをちょっとだけカスタマイズしてっていう形にさせてもらってるんですけど、はい、そこら辺がすごい使い勝手が良かったっていうところです、はい、実際にちょっとサイトを見せたいなと思うので、うん、画面を変えてもいいですか。こちらが、ロケットストアさんのサイトですね、こういう形で、これはノートと連携をして、そこはノートの文章をそのままベースのマガジン機能に貼り付けるとそんな感じで、あの移行しやすい感じで両方に出してる感じですね。なるほど。でバディさんがこういう形です、はい、めっちゃでかい、あるにはある、うんうん、ラベルの機能とかも使っていただいてますね。あ、うんうんうん、はい、あのなので、なんていうんですかね、ここの見せ方とか、ただただ、なんていうんですかね、レイアウトが順番に並んでるだけっていうようなあの形よりもあのしっかり見せられるんじゃないかっていうことで使い始めさせてもらいました、うんうん、はい、ちなみにノートの方は、交流ができるっていうところが、あの、はい、あの先ほど街っていうような表現されてたと思うんですけれども、うんうん、僕らの目指す最終地点はできれば、仲間を増やすことっていうふうに、うん、あのさせてもらってますんで、できればなんか交流が生まれるとか、出会いが生まれるっていうようなあの、まあ、プラットフォームで長文で、何かこう語れる場所が欲しいなっていうところで、うんうん、あのちょうどあのぴったりだなと思って始めさせてもらいました。なんかその長文、今おっしゃってた長文っていうところで、はい、なんかなぜ今なんでしょうね、いろんなコンテンツがすごいたくさん出てる状態で、うん、あえて長文でっていう、山下さんの記事もめちゃくちゃ長いですよね、うん、4000字ぐらいとか2000、3000字とか、あえて長文でっていうのは何かちゃんと伝えたいからとか、そういうのがあるんですか。そうですね、そうですね、どうしても商品も、話すことがいっぱいありますし、その作られた背景をできれば伝えて、まあ、知っていただかないとなかなかこう環境とか社会に関する問題って納得ができないんで、わざわざちょっと割高だったりとか、ちょっと手間暇かかったものをあの買おうっていうふうにならないかなということで、なんでしょう、短く伝えるよりもしっかり読んで、面白いとか、あ、ちょっとあのいいなって思ったわっていうので、買っていただけるようにしたいなっていうふうに思いました、うん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 、山下さんはどうですか。僕の場合はですね、まあ、結構長く伝えたいというのはもちろんあるんですけれど、あの文章ってやっぱりこう短く綺麗にまとめようとするとすごい時間がかかるので結構こうダラダラと書いてるんですね。あ、そうなんですね、はい、なので平間さんが多分昔に取り上げてくださった鍵のキーホルダーのやつとかもあると思うんですけど、はい、あれもまとまらなさすぎてなんか4000字超えてしまったけどどうしようみたいな感じの時の方が実はでもノート読まれることも多いので。そうなんですか、はい、なんか面白いなと思いながら使ってます。なので楽するために長文にしちゃってるところもあります。逆に、分かりました、ありがとうございます。これですね、あの2人から事前にちょっと回答いただいてまして、それもあの紹介できればと思います。これは上の方、山下さんですね。まずあの売上、やっぱりあの質問で多かったのがその販売、その売上が上がるかどうかと、売上が上がることと発信がこうつながっていくかどうかっていうところが結構質問多くてですね、そこのところちょっとあの聞いてみたいなというところで山下さんに聞いたところ、
っぱそのまずは知ってもらうきっかけになればっていうのでおっしゃってました。ここもうちょっと詳しくお伺いできますか。はい、まあぶっちゃけて言ってしまうと、もちろん売り上げを取りたいっていうのはお店として正直なところなんですけれども、やっぱりこう買ってくださいっていうメッセージってすごいなんか自分自身読んでても他の人が書いたものを読んだとしたらしんどいので、まあ何気なくこう読んでて、あちょっとこれいいなぐらいでなんか終わるぐらいが読みやすいなと思ったんですね。でそれを考えてた時に、もう一番初めにやったことは、自分のネットストアで売ってないのに取引先の商品を紹介したことがあって、他社のネットストアにリンクを貼ってたんです知り合いからも、山下さんのところで買おうと思ったら、なんか他社のリンク貼ってるんだけどいいのみたいな感じで言われてたんですけど、でも意外とこう本音でなんか商品褒めれたなっていうところがあって、無理に褒めない記事の方が、しかもその記事結構読まれていたので、なんか、セレクトショップならでは、マディさんもそうだと思うんですけど、セレクトショップだと自分で作ったわけじゃないので、なんか他人を褒めるっていう記事の書き方になるんですね。そうですね、確かに。それだとなんかこう自分がすごいぞって言ってる感がすごい出ないので、なんかそういった意味では、なんかセレクトショップとノートって意外と相性いいんだなって、その時に思ったのは、はい、覚えてますね。なるほど、確かに確かに、ありがとうございます。でこの下の方はあれですね、バディーズさんの言葉で、実際発信を続けてみて気づいたこととか感じていることを聞いたところの回答です。やっぱりそのブランドストーリー伝えることと、まあ買ってもらうことの間にはまだ壁があるなというふうにおっしゃっていて、ちょっとここ詳しく聞いてもいいですか。はい、うちで取り扱っている商品はですね、結構アマゾンさんとか、楽天さんとか、まあ、なんですかね、他でも販売している商品っていうのが、結構たくさんあるんですね。はい、なので、うちがセレクトショップでやらせてもらってるんで、どうしてもしょうがないところではあるんですけれども、いい商品だよっていうふうに伝えても、買っていただけるかどうかっていう、そのすぐ購入に至るかどうかっていうのはまたちょっと、別の問題があるなっていうのは、どうしても続けていく上で、実感はしてます。まあ、ただ、もともとその紹介も、お金取らずにさせてくださいっていうので宣伝させてもらってたりとかするくらいなので、その結果、その商品でちょっとでもこう環境に、良いものが世に増えていくっていうふうになったら、全然嬉しいんですけれども、そこのところは、ちょっと今回のテーマ的には、難しいところだなとは、感じてます。はい、でまあ、その何ですかね、打破するというか、やっぱりちょっと大切なのは、誰から買いたいかっていうところ、誰からおすすめしてもらうかっていうところが大事なのかなというふうには、気づいて、ようやく気づいてこれたっていうところになってます。その誰からっていうのを伝えるために、今ってバディさんって5人チームでやられてますよね。はい、実際山下さんはお一人でっていう形だと思うんですけど、それぞれこの発信の誰からっていうところをどうやって出していく感じなんですか。ですね、なんか哲学とか詩とか、そういうのが、好きな人間がおりまして、書く文章が、同じことを書いても、なんとなく面白いように書けるっていう人がいたりするんです。で逆に、商品の説明とかを要点まとめて、説明がうまいメンバーとかもいたりするんですね。はいはいはい、なので、何でしょう、何か熱い思いを伝えたくて、書くとき、例えばインタビューとか、先日のこう何でしょう、ちょっと自分語りというか振り返りであったりだとかっていう時と、商品とかブランドを、なるべく分かりやすく、こうお伝えしたいっていう時と、ちょっと分けて運用とかはさせてもらってたりします。はい、なんかそのノートさんの中で、そのここの部分は商品の説明はこの方で、ストーリーはこの方でみたいな感じの使い分け方されてって感じなんですか。そうですね、そうですね。はい、まあ、結果バイヤーチームでちょっと分かれたりとか、発信の中でも、他の SNS の担当と分かれたりとかっていう風に、ちょっとみんなで手分けして、なんとか時間を作って、コツコツやっているっていう状態になってるので、じゃあ皆さんの力がそのノートさんとかに全部こう集約されてるみたいな感じなんですか。ね、そうですね、そうですね。なので、まあ、思いを背負って書いているっていう風に、よく言うと、はい、面白いですよね。確かに
確かに一商品にも何度も紹介したりしてるっていうのは、うんうんうん、そういうことなんですね、はい、この切り口だとどうだろうっていうのもありますし、うん、なんていうんですかね、なんかどうしても流れていってしまうというか、うんうん、昔の記事はやっぱり読まれにくいっていうところは多少あったりするので、まあ改めてご紹介させてもらいたいなと思ったら、その時にちょっと書くとかっていうような形でみんなでやってます、うんうん、なるほど、はい、山下さんはいかがですか。山下さんも同じ商品を例えばこう切り口変えてまとめたりっていうことをされているなと思っていて、はい、でも今の話を聞いてすごい羨ましいな。ああ、なるほど。チームでしかできない違う視点の方が絶対いいですよね。でも結構そのなんかこれまでに紹介した商品のまとめで、今例えばリモートワークが増えた時とかに過去に紹介した商品の記事をちょっと短くして、はい、7選みたいな感じで紹介して、でその後に過去の記事へのリンクを貼ってみたいな感じで、ちょっともう一つの記事に対して使ったものがもう出てこない時は、はい、再利用をうまいことするように心がけてはいます。なるほど、ありがとうございます。なんかそのままちょっとコンテンツの作り方みたいなところに移ってきちゃったので、次のパートいければと思います。一番ここの質問多かったです、うん、やっぱ発信するなんか目的とかやっぱりした方がいいなとは分かってるものの、やっぱ発信したことがないとか、あとはどれくらい情報を出せばいいのかっていうのが分かんなくてちょっと怖いみたいな質問も結構多かったので、お二方がどんなことを考えているのかちょっと聞ければと思います。実際にお二方に聞いたものをちょっと箇条書きで書いてます。ちょっと字小さいですが、これは上は多分誰に向けてコンテンツを書い、ブランドストーリーを伝えていくかというところで、山下さん自分自身と書いてますね。もうちょっと詳しく聞いてもいいですか。そうですね、これはもう単純になんかもうどこに向かって発信したらいいのか僕も分からなかったので。なるほど。もう単純に自分が会ったら嬉しいことを書こうと思って書いてるところはすごいありますね。ただノートって結構そのたくさんの方に読んでいただけるので、でかつうちの商品って結構ニッチなものが多いんですね。なのでニッチなもののショートだけ言っててもたくさんの人の目に入らないし、たくさんの人向けのことだけ取り上げててもニッチなものに目がいかないっていうのがあって、まあニッチなものを新しい人にどう面白さを紹介できるのかみたいなところで、言葉遣いとかはたくさんの人向けなんですけど、内容はひたすらニッチみたいなことをこうしてますね。ちょっとこれ具体的な事例を見たいなと思いまして、例えばどんな記事でしょう、はい、どんな記事ですかね。ブックエンドのやつとかですか。ブックエンドはそうだと思いますね。ちょっと記事見せますね。1250スキガ、この記事もすごいじわじわと伸びた記事で、なんかもうリード文が面白いですよ、うん、リード文が面白いですよ。一番初めに書いたのは確か年末なんですよね、うん、ただそれも別にそんなにバズったりすることもなくて、で年が明けて、で1月中に第2週目ぐらいにいきなりなんかこうツイッターでフォロワー数の多い方がつぶやかれて、はい、あこれ探してたみたいな感じの共感でリツイートがすごい爆発したようなケースですね、うん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 、でこれもなんかそれに困ってる人は確実にいると思うんですけど、うんうんうん、ものすごいなくてはならないようなものではないので、はい、ただそれがなんか誰か一人の同じようなことを思う人の共感に乗って、うん、でツイッターでいろんなところに飛んでいった時に注文はやっぱり集まったっていうか、うん、初めてこれでベースさんのサイトが動いたっていうタイミングはこの商品が始まってました、ね、確かにこの商品やっぱブックスタンドなんかあまりいいもんないけど、でもちょっとシンプルにしたいっていうなんかところをちゃんとついてて、僕これめっちゃ欲しくなりました。ソグっていうブランドここで知りました。そうですね、ソグさんはすごいもうそぎ落とすから来てるんですね、ソグっていう。だからもうブックエンドのこう L 字の形のやつすらなくしてしまったってい う, うん、本を傾けることでその機能を代用してしまったっていう。なるほど。ブックエンドって結構あれですもんね、その L 字型になっていて、この辺がちょっとこう長いから本棚結局詰まっちゃうみたいなとか、はい、
そうそう、いや、そういうのにもなんかすごい答えられてるなっていうイメージがあります。はい、この記事を書いた時にニッチなものを扱ってるんだけれども、なんかこうたくさんの人のところに届いた時に実は力になることもあるんだなっていうのは初めて実感できましたね。実際メーカーの在庫が一回なくなるぐらい見ました。そうなんですね。あとあれですね、この写真がとても多いですね、実際に使った様子みたいな。確かに。これは意識してされてるんですか？そうですね、まあ、文章量を減らしたいっていうのもあるんですけど、はい、そんなに自分の中の文章力に自信があるわけでもないので、はい、でもそのパワーポイントとかああいうスライドに対してこう言葉を説明で入れるっていうのはすごい楽だと思います。うんうんうん、なので基本的に僕は先に写真を撮ってしまって、物のこういうところがかっこいいよなみたいな写真を何枚も貯めといて、でその写真を説明する感覚でキャプションとして文字を当てはめていって書いてるので、うんうんうん、結構文字だけで解決してないところもありますね。うんうん、やっぱ写真と文章ありき、両方とも、ね、写真ありき。あ、これですね、最後ノートの説明のところで紹介した、はい、商品の紹介の後に URL 貼ると、うん、そのままこのボタンを押すとドケットストアの商品ページに飛べて、そのままカートに入れられると、うんうん、はい、でちょっと文字の部分を拡大してほしいんですけど、ここですか？文字の部分の下の方に多分リンクベをノートに対して貼ってると思うんですね。うん、あでこのままこういう感じに、はい、それやってるとさっきのところに戻るんですけど、うんうんうん、これをお客さんが他の例えばソブのこのブランドの中で他の商品を見た時に同じようにリンクも貼ってるので、うん、このベースの商品のカテゴリー分けのページをそのまましおりのように使ってる感じで。なるほど、うんうん、はい、結構これはすごくお客さんから見ても読みやすくなってるんじゃないのかなと思ってますね。うんうんうん、確かにいろんなところから、特にインターネットってとても広いので、どこからこのサイトに、どこからこの記事にたどり着くか分かんないときに、探せ、どちらにせよここのサイト、記事にアクセスできる動線があるというのはすごくいいですね。うん、はい、先ほどもバディさんが過去の記事にたどり着きにくいって話をされてたと思うんですけど、うんうんうん、やっぱりこの記事から他のソグさんの商品をこう探そうと思うと結構時間かかると思うんですけど、確かにベースさんのその区分けの中だとすごい綺麗になってる状態でリンクで飛べるので、それすごい助かってますね。バディさん、記事の書き方のところ、まあ、その、はい、創作続けるためのアイデアとして何か考えてることありますか？まあ、セレクトショップの利点なんですけれども、まあ、いい商品とかいいブランドとかいい人に出会った時にもうそれがそのままお伝えできることになる、コンテンツになるっていうような、はい、出会いの数だけこうコンテンツが出てくるっていうような考え方はさせてもらってまして、まあ、ただもう全部伝言版みたいな形になってしまうと、まあ、私たちは私たちで、なんかちょっと絡ませてほしいであったりだとか、うん、一緒に何かしたいなっていうのがどうしても生まれますんで、なのでようやく最近ですね、その、自分たちを、どうやって出すかみたいな問題に、はい、取り組めるような段階にようやくなってきたっていうところです。そこのやっぱ自分の出し方、うん、そのオーナー、そのストアを運営している方が自分をどこまで出せばいいのかっていうところでやっぱ迷われている方多いんですけど、うん、お二方はそこにあんまり迷いはなかったんですか？あ、私からでいいですか？はい、はい、私はもう迷いまくりで、迷いまくり、はい、実は、私たち5人ともシャイな性格をしてましてはい、私なんかもう本名じゃなくて、別のキャラクターを立てさせてもらって、まあ、最悪は誰かが2代目を継ぐとか、そういう形でもできるかなっていうのでこう狼かぶってこう SNS を始めさせてもらってたりとか、はいはい、するんですけれども、そうですね、なので YouTube とか含めてこう出てくっていうよりは、なるべく裏で熱い思いを持っている芸能人とかそういう方向には向いてないけれども熱いものを伝えたいっていうようなタイプでいきたいなと、はい、思ってました。なので、その妥協点として最近イラストを
使わせてもらって、うんうんうん、はい、あのちょっとずつ自分たちが、日常の中で、感じたこととか、思考の仕方とか、そういったものを、見える化することでこう追体験してもらえるっていうような、うんうん、あの形で少しずつ僕たちのことを分かってもらえたらなと、あのちょっと試みを始めているところです、うん、ちょっと一記事ぜひ紹介して、はい、させていただきたいなと思っていて、はい、何がいいでしょう、1周年のやつか、1周年のやつ、はい、あ、そうですね、ここら辺はもう、はい、あ、これがもうシャイな結果仮面被らせてもらった、これですか、これ狩矢崎さんですか、はい、あ、そうですね、ここら辺だと、はい、コンビニで、買い物をするっていう時にレジ袋を断るっていうだけの話なんですけれども、まあ、ただ、実はそのレジ袋を断るっていうところで、なんていうんですかね、実はもう両手に持てるちょうどいいものを買うようにちょっとずつ行動が変化してきたっていうようなところであったりだとか、何でしょう、日常僕もあるっていうところに対して、なるべくちょっとこんな見方もあるんじゃないでしょうかっていうのを混ぜながら、ちょっとストーリー仕立てであのお話を作らせてもらったりとかしてます。やっぱこう自分の話をちゃんと、うん、この顔とかを出さずに、うんうんうん、思いとかをところで自分を出すようにしてきたっていう感じなんですかね。そうですね、そうですね、はい、なのでちょっと映画でこう語りながらあのシーンが流れていくところをうまいこと文章で作れないかなっていうのをあの挑戦してみたりとか、はい、それによって実際ちょっとその見られる数とかっていうのは変わったんですか。あ、そうですね、あの明確にあの差が出て、はい、あの、まあ、一応ちょっといただいた月の数とか、はい、あの PV 数とか、はい、あのやっぱり、共感しやすいというか、あの、うん、日常であの見やすいネタっていうところから、お伝えしていくっていうのはあのいいんじゃないかなというのはあの最近ようやくちょっと見つけてきたことになります、うんうんうん、はい、自分を出すってところで山下さんいかがですか、うん、はい、そうですね、まあ、これまで僕も大きめの小売店にいたので、はい、あんまりそれは自分を出さない仕事をだったんですね、うんうんうん、で今個人事業主になってで自分一人しかいない状態なので、まあ、出せるものはなるべく出すかみたいなところで、まあ、全部自分の名前も出してやってるようなところは正直あります。ただ、まあ、名前を出してるので、うんうん、なんか、まあ、変なことは言えないっていうのはより強く意識してますし、うんうん、まあ、誰かを傷つけるような内容とかは絶対やらないようにしようみたいな感じのは普段以上に気をつけますね、うん、コンテンツの中でどう自分を出していくかっていうところは何かあの記事の作り方で何かありますか。自分自身は前に出て喋ってるんですけれども、ただあくまで自分の意見はこうというだけであなたは好きに考えてもらっていいんですよという余地は残すようにしてます。あくまで偏った人間だと思ってるので偏った人間、あのそんなことばっかりに困ってるやつじゃばかりじゃないだろうっていうのは思ってるけど、でもまあ同じようなことを感じる人がいたら嬉しいなぐらいのテンションですね。なるほど。なんかあの事前でいただいたものの素材を置いている感覚っていうのがそれですかね。そうですね、考え方を押し付けないの方がそれに近いですね。あ、なるほど、うんうんうん、確かに。何か質問とか聞いてみたいこととかありますか。そうですね、なんかその考え方を押し付けないって結構その一般的にやっぱりご自身が選ばれた商品とかだとこう主張をやっぱりしたくなるっていうポイントがあるかなと思ってまして、その時とやっぱりその実際に購入者実際に見ていただくノートを見ていただく方とか SNS で見ていただくことのやっぱことを、まあ、考えてやっぱりこうやっていく、このせめぎ合いが常にあるのかなっていうふうにはなんかすごい感じていて、なんかその部分をどういうふうになんかこう解釈されて、なんかここはなんか自分としてはやっぱり主張でなんか言うのか、ないしは、ここはちょっとこうやっぱり客観性を持たせて言うのかとか、そういうのってどういうバランスとかどういう判断軸でこうやっておられるのかなっていうふうにちょっとお話を伺ってて気になったんですけれども、なんかそういうなんか判断軸みたいなものってあったりされますか。判断軸、はい、ちょっと質問がちょっと抽象的で難しかったかなとは思うんですけれども、はい、僕さっき言わせてもらいます と、自分の場合は、結構そのお客さんがたくさん来る小売りにずっと立っていたこともあって、やっぱお客さんの数だけ全然興味も違うよなっていう
ことはすごい思うんですね。なので、うん、なんか自分がこう思ってるっていうのはもちろん大事にしたいんですけど、でも自分がこう思ってるっていうのは伝えるまでは伝えれるけど、共感するかどうかまでは押し付けられないなっていうふうに思ってるんです。なるほど、なるほど。なので事実としてこの例えばさっきの弓道に立てかけるあのブックエンドっていうのが、まあこうやれば本は止めれますよ、うんうんうん、ただまあ L 字が必要なケースももちろんあるし、予算的にいや100均で買った方がいいよっていう選択肢ももちろんありだとは思っていて、うんうん、あくまで僕はこう思いますと、うんうん、であなたはどうですかっていうのはなんか相手を尊重する行為であって、うんうんうん、なんかその感覚の中に立ってるので、まあ、自分のことはもちろん言ってると、それはそれで別に自分を否定してない、うんうんうん、でも相手も判断することであると、なので相手も否定しないっていうところが多分判断の落とし所になってるような気がします。なるほど、なるほど、ありがとうございます。アディチさんどうですか。はい、そうですね、うちも尊重するっていうところがかなり似てるなと思ってまして、環境とか社会のためにされていることっていうのは全部が正解であるっていうスタンスでそもそもさせてもらっていて、しかも応援させてくださいっていう立場でやらせてもらってますので、何でしょう、相手がどうしたいかっていうところをこう汲み取りながら、まあ、何でしょう、ちょっとでも新しい面を出せたりとか、ここ伝えたいよなっていう部分をこうお伝えできたら嬉しいなって思いながらやらせてもらってます、はい、環境問題にこうすればいいっていうような絶対がないので、みんなで多様性持ちながら、例えば1個ゴミを拾うきっかけになったらもうそれはそれで勝ちだと思ってますし、ぐらいの何でしょう、何かきっかけが与えられたら嬉しいぐらいでやらせてもらってますんで、うんうん、はい。ちなみに今3時51分になってるんですけど、ちょっと押したいなと思ってます。はい、はい、はい、はい。で、最後、運用と集客、あとはファンとつながるところですね、はい、実際にこの質問も多かったです、うん、今いろんな SNS があったりとか、まあ、その発信の媒体を選ぶときにどうやって使い分けてるのとか、うんうんうん、その発信したものの興味を持ってもらえない、なんかどうしてもちょっと自分が言いたいことばかりになってしまってあまり反応がないのでくじけてしまいますという質問も多かったんですよね。でそのためにやっぱ二方がどういうところ逆にくじけたことはあるのかとか、なんかそういうところをお聞きできればいいかなと思ってます。これ終わった後質疑応答の時間を取りたいと思いますので、もし聞いてらっしゃる方の中で二方聞いてみたいよというものがあれば、YouTube ライブの、コメント欄で書いていただければと思います、うん、はい、ではまず使い分けのところですね、うん、バティズさんからお願いできますか。はい、はい、ですね、使い分けが実はうちはいっぱいありまして、はい、いろいろ試させてもらっているっていうのもあるんですけれども、はい、ツイッターとかインスタとかフェイスブックとかっていうような、うん、どちらかというとちょっとコミュニケーション寄りというか告知とか、はい、お知らせさせていただくような、ものと組み合わせて、長文であったりだとか、まあ、ブランドとか商品の、詳細な説明っていうところはノート で販売自体はベースで、で、基本はやらせてもらってます。でそこに最近オフラインも掛け合わせることでよりこう何でしょう、友達じゃないですけど仲間が増やしやすいっていう気づきもあったので、何でしょう、オンラインのイベントでちょっと少数でコミュニケーションが取れるものであったりだとか、はい、吉祥寺に9月末にちょっとカフェをカフェみたいなものをちょっと作らせていただこうかなっていうので動いてたりとか、はい、でそのコミュニティをこう Facebook で作らせてもらって、もう、どこからつながっても、仲間になりたいと思ったらこう接点があるような形で組みたいなとは、はい、思っております。確かにさっき山下さんが言っていた過去、はい、よく読まれた記事の下にリンクを貼ったりっていうので、うん、こうどこからでもそのたどり着いてほしいところにアクセスできる、うんうん、つまりバディズさんの場合だったら仲間になるっていうところをこうオンラインオフライン両方でやってるんですね。はい、すごい、なるほど、なるほど、うん、山下さんいかがですか。そうですね、うちの場合はノートはもう毎週1件ぐらいのペースで書くようにしていて、毎週一応やってますね、うん、でインスタグラムとツイッターを併用してるんですけれども、はい、
インスタグラムとツイッターをとりあえず開けましたよ、お店開けましたよっていうのと商品紹介ぐらいは1日営業日は1回行うようにっていう縛りはつけてます。それはその縛りは自分なぜなんですか。まあ、縛らないとやらないから。なるほど。まあ大変っていうのはあるんですけど、でもまあノートって結構その新規の方と出会う機会が多いなと思っていて、ノートのフォロワーさんも今すごく増えてくださってるんですけれども、でもやっぱりノートを常に見てる人っていうのはノート書いてる人に寄ってるような気がしていて、もっとライトに文房具楽しみたいっていう方だと、まあ通常使ってるインスタグラムかもしくはまあツイッターぐらいのアカウントで最新記事出たらそれで見ようみたいな感じの方が多分自然な動線だと思ってるんですよね。でその中でまあインスタグラムはどちらかというと雰囲気とか、まあ、日々のことを淡々に伝えるのにも向いてますし、ツイッターに関してはそこからのまあリツイートなどの拡散性っていうのはすごい強いところだと思うので、まあ、それぞれに応じて多少投げたい内容を変えてるような形になります。ありがとうございます。なんかバディさん Facebook のコミュニティも始めたっていうのを記事で拝見したんですが、はいはい、それもオンラインオフラインのつながり。あ、そうですね、そうですね、今、右下にヤコアっていうふうに店舗名が実はこっそり書かせてもらってるんですけれども、なんか優しい時間とか場所を提供したいっていうことで、プラントベースのデリカを、食べながらコミュニケーションが取れる場所っていうのをちょっと作りたいなと、はい、思ってます。なので、そこでやる、コミュニティイベントであったりだとか、まあ、オンラインで、交流しながら新しいアイデアとか商品作りっていうところを、オンラインでやるっていうような、はい、形で、両方で、まあ、関わりたいところで、関わってもらえたら嬉しいなっていう形でやらせてもらってます。そのファンとつながる、はい、つながる場を提供するっていう意味では、はい、山下さんがこれまで直近か取り組んでいた幕開けのクラファンの話もちょっとお聞きできればと思うんですけど、うん、はい、ありがとうございます。クラウドファンディング2回挑戦していて、今回はすごいケーブルを保護するチューブっていうニッチ極まりないやつをやったんですけども、これです、ね、本当に売れるか今回本当に不安だったんですよ。あ、これですね、うん、電気系のケーブルとかをシュッと通すとスッと入るみたいな、でグレーの色なのでインテリアにも合うっていう商品なんですけども、まあ、これをでもやった時に初日でもう20万円の目標はすぐ達成して、で2ヶ月ぐらいでだいたい80万円まで達成まで来たんですけれども、なんかすごいその時になんかノートで見てくださってる方のコメントとか見ていますね、はい、なんかこう文房具ってもう持ってる人はもう別に買い足さなくてもいらないものっちゃいらないものなので、生活必需品、例えばコーヒーとかだったらお腹は少し消費するけど、なかなかボールペンの側は買わないと思うんですよね。でもなんかこういうチャレンジをしてる時っていうのはなんかすごいそこでつながってた人がいきなり可視化されるような気がしていて、すごい助けていただいてますね。これまでそのファンとの、つまりお店で商品を購入した方とのこう接点というか、イベントとかっていうのはこれまでやったことはあったんですか？ここは特にはないですね。あ、そうなんですね、はい、こういうふうに幕開けとかでやって実際に支援、応援購入をした時にやっと顔と名前がとかそういうところでノート読んでいたっていうのが分かる感じなんですね。まあ、でも多分うちの場合は店が一応あるので、なんか店に来られるんですよね。本当になんか気になってるっていう。実際クラファンで支援してその商品を買ったんだけど店が実在するのかどうか確かめに来たみたいな人ってやっぱりちょっとオンラインだけでしか見えない部分が多いので、でもなんかそんなことがあるのは今ねカフェの方も有崎さんがお話しされてますけど、実際の場があることの今面白さなのかなというふうに思いますね。今そのヤコアは、はい、今準備段階中ですか？はい、
ようやく店のイメージとかどんな料理を出すかが決まってきたっていうところになってます、はい、なのでお知らせはまたなんですかね、以降SNS とかで決まり次第お伝えしていきたいなとは思ってるんですけど、はい、ありがとうございます。なんか聞きたいことありますか？もうその後事前質問に移ろうかなと思ってますけど、結構なんかもうお二方もあれですよね、 SNS も結構駆使されてやっておられますし、あとリアルの接点みたいなものをすごく大切にされておられたりとかして、うん、なんかこう複合的にやっぱりこういろんなこうタッチポイントを利用されて、こうお客様と触れ合う、ないしはその見込みのお客様、ないしはまあファンの方ですよね、とこう触れ合うっていう機会をなんか設けられてるなっていうふうにすごく、はい、改めて感じました。やっぱ一個だけやるんじゃなくて、いろんなものとの掛け合わせ、ね、オンライン、うん、オフラインもやってるんだなというのをすごく感じました。ありがとうございます。1点だけよろしいですか、はい、リアルとこのオンライン の, このコミュニケーションでこう違いってあるのかなとかをちょっとこう逆にお伺いしたいなと思ったんですけど、そのあたりこういかがですかね。山下様から言った方がいいか、はい、はい、山下様から、はい、すいません。違いってそのちょっと考えて見てたんですけど、でもオフラインの方が相手の反応が見れる、相手の話を聞けるんですけど、オンラインだと結構こっちがこう発信しがちになってるかなっていうところですね。なのでもうそれこそご質問で皆さんが投稿されてたのを見てうんと思うんですけど、こうなんかこう暗闇に向かって叫んでるような、はいはい、聞いてる人いるのかみたいなところの不安さがあるんですけど、まあ、オフラインの場合は実際その目の前の人と喋れるので、うんうん、なんかちょっと安心感みたいなものはやっぱりオフラインの強みだなというふうに思います、うんうん、ありがとうございます。あ、ごめんなさい、その中でオンラインでそのさっき暗闇にこうなんかこやってるような感覚で、それって山下さんも感じたことがあるんですか？いや、今も感じてます。今もその時はどういう心持ちというか、それでもなお続けるっていう選択を取ってる中で何かこう、そうですね、はい、うん、まあ、数を打たないとどれが響くのかはやっぱ分かんないんだなって思いました。なるほど、自分で全然今日なんかこれ需要あるのかなみたいなことの方が興味を持たれるケースもありますし、例えば去年補助金を初めて取ろうと思って勉強したんですけど、はい、やっぱりこう用語とか難しかったんですね。あまりにも難しすぎて商工会議所の人にこう喋って、なんかこんな記事書いていいのかみたいな、あ、これ今出していただいてるやつですけど、これ誰もシェアした形跡がないのにこれまでにないアクセス数が来てたんですよね。これと続編の2記事で10万 PV ぐらい出てて、怖いなって思いつつも、でもなんかでもなんか必要としている情報はやっぱ響くんだなっていうその時には思いましたね。なんかそういうのもなんかやってみて初めて分かることで、なんかあの辺に暗闇だけどあの辺に掘ってみようみたいな、そしたら誰かいるだろうみたいなのはちょっとずつ分かるようになり始めた感じですね。マディスさんいかがですか？はい、うちはもうなんていうんですかね、ちょっとでも見てもらったらっていう、まだ始めたばかりというか、うんうんうん、はい、の状況ではあるので、まあ、うちは会社でしっかり何でしょう、まあ、事業を、作っていこうっていうので、一応始めさせてはもらってるんですけど、まあ、その上司がある程度、何でしょう、結果よりも、その過程とか、目指し方とか、どう改善していくかっていうところである程度おおらかに見ていただけてるのと、それこそ5人でやってるので、次どうすればいいんだろうっていう話とかがしやすいっていう、はい、ところはこうなんでしょうね、いっぱいチャレンジして、まあ、どれかいいのを残していくとか、まあ、反応が良かった時にどうなんだろうっていうのをやるためにも、うんうんうん、とにかく、続けていく、とにかく出してみるっていう、うんうんうん、そういうスタンスでまずは、出してダメだったらもう次考えようっていうぐらいで、はい、やらせてもらうのが、やりやすいのかなとは思ってます、はい。バディさんの中で3分で分かるシリーズ結構多いですよね。はい、画面映せますか？はい、これですね。はい、1
回目が、3分で分かるぐらいの方が、結構難しい問題なので、とっつきやすいんじゃないかっていうことで、やらせてもらった結果、書いてる人間が3分シリーズに味を占めたっていうのが、はい、実際のところ。難しいことを簡単に説明してくれるコンテンツはありがたいですからね。まあはい、なので、まあ、ちょうどタイミングが SDGs とかが、キーワードが流行り始めた段階だったので、まあ、そういうこともあってタイミングと、はい、僕だったらこれあったら便利だったなって思うようなことを、はい、投稿すると結構いいのかなとは思ってます。さっき の、小規模事業持続化補助金、これの話もちょっと似てますよね、うん、なんかよくわかんないけど調べてくれたらいいなみたいなのにぴったり合うようなコンテンツができててすごくいいなと思いました。確かに最初はコンテンツ誰もがこう役に立つようなコンテンツを作っていくっていうのは確かにいいなってこの記事を読みながら思ってました、うん、はい、ありがとうございます。実際ちょっと質問来てますかね。まず事前質問という形でいっぱいいただいたものの中からちょっとずつ答えて、いただいて、その後リアルタイムにもし来ていたらお答えいただこうかなと思います。今5分なので15分ぐらいを目処に行こうかなと思います。途中で入ってましたね。扱っている商品自体に統一性がなくて自分のストアの色が出しにくいですというのはありますよね。さっきもう言ってましたよね。ちょっと相手にもう一回聞きましょうかね。そのセレクトショップなので自分の色をどうやって出していくか、多分2人とも両方ともセレクトショップの形だと思うのでちょっとずつお伺いできればと思うんですけど、いかがでしょう。山下さんからいいですか。はい、多分このケースが委託商品なので選べないってなってくるので、うんうん、相手からお預かりしている商品に近い感じがするんですよね。セレクトじゃなくて、ああそっか、預かってる商品的な感じだと思いますね、うんうんうん、となると、まあ、色というか多分僕の戦法はちょっと使いにくいところが確かにあって、でもこういう時に、まあ、委託商品を扱うぐらいなので多分結構大きな会社とかだったとしたら、うん、ワディさんみたいにそこに興味がある人を当てまくって、なるほど、まあ、そこに興味がある人のなんか連載それぞれで取り上げていった方がなんかやっぱなんか嘘を書かないように気をつけてはいて、嘘、うんうん、そこの商品に少なくとも感動できるのであれば、うんうんうん、なんか事実を淡々と述べていてもなんか目のつけどころがちょっと明らかに普通の興味ない人とは違うような気がしていて、なんかその商品これ一番なんかテンション上がるって思ってる人が記事を出していくと、うん、でもそれもなんか記事を書いてるなんかその切り口自体がストアの色になっていきそうな気もします。なるほど、確かに確かに。扱ってる商品をこういうふうに紹介するんだっていうのは、うんうんうん、多分積み重なるとなんかこう流れというか、うんうんうん、癖、いい意味でも癖が出るような気もしますね。ありがとうございます。パタパタいきたいので次の時、はい、次の質問でバディさん聞きたいと思います。大丈夫です。あれですね、このブランドコンセプトを書けば書くほど要点がまとまらずどんどんこう広がっていっちゃう、うんうん、壮大なコンセプトと思われることがある、ここはどうですか。はい、これ本業の方でもコンセプト提案とかブランド提案とかさせてもらうんですけれども、壮大でもいいと思いますし、逆に、こだわりまくってるっていうのも、いいと思ってます。ただ、そこに あなたがちゃんと、共感できるものとして、あるっていう自信持ってそれが言えるっていうとこだけ、しっかりされてれば、なんていうんですかね、広がっててもいいと思いますし、うんうんうん、こだわってれば逆に、ポジショニング取りやすいっていうところもありますんで、はい、なのでこれは覚悟の問題と自分がちゃんと腹落ちするっていうのが大事かなと思ってます。覚悟と腹落ち、はい、分かりました。ありがとうございます、はい、これですね、押し付けがましくならない伝え方が知りたいです。やっぱ多分書き方のところで悩んでる人が多いですね、はい、あと大勢に埋もれてる感、ここのところ、はい、大勢に埋もれてるは山下さんが後からもっといいことを言ってくださるっていうことでちょっと先にいやいやいや、もう
あの山下さんの文章あの素敵だなって思いながら僕もあのここに来てますんで、はい、なんか僕らが、まあ、初めて、やっていってで実際に気づいたことっていうところでちょっとお話しさせていただくんですけれども、うんうん、ですね、やっぱり広げすぎるよりも、僕はここにこだわっている人だっていうのを、言えるように、意識して書いていくと、うん、あのいいかなと思ってます、うんうん、あのはい、例えばうちで言うと、環境とか、社会に対して、優しいことをしましょうっていうふうには、僕らもできてないけどできるところではやろうねっていうのが、正直なところなんで、あのそこを譲らないというか、はい、あの先ほど嘘は言わないって言ってたのと同じように、はい、あのなんですかね、うちららしいよねってみんなで、うんうんって言いながら一応あの物を作ったり商品選ばせてもらってたりしますんで、うんうん、はい、そこのなんか、はい、共有感と僕らこここだわってるよねっていう謎のこだわりが あるといいかなと、はい、譲れないこだわり。山下さんいかがですか。その他大勢に埋もれてる感が否めないわ、うちも未だに埋もれてる気がしてるので、でも多分それがなんか一つ目な気がしていて、こうなんか僕初め野球選手になりたかったんですけど、はい、あの小学校あのお父さんに見せられてたのが巨人の星だったので、はい、小学校1年生でこう小学校の野球チームに行ってこうなんかピッチャーやりたいみたいな感じだったんですけど、まあ投げれないじゃないですか。でもなんかあ投げれないんだなって思ってから初めてギャップが生まれるので、なんか現状を認識するっていうのは結構ポジティブに捉えて、なんか多分よほどのなんかインフルエンサーじゃない限り誰もがその他大勢には埋もれてると思うんですよね。でもなんかその中でじゃあちょっと切り口を変えるとか面白く見られるなら何を変えるべきなのかなっていう分析がそこから始まるような気がしていて、なんかそれでしかも一発だと多分出たのか出てないのか漏れてるのか漏れてないのかって分かんないので、まあ、何回も何回も投げてって何がうまくいってるのかっていう、なんかそのチェックのサイクルを回す方がなんか埋もれてどう飛び出そうってこう止まってるよりはいいような気がします。なるほどなるほど。確かにもうじゃあもう埋もれてる前提からもうその現状からもう見つめて、そこからじゃあどう見てもらえるようにするかっていうスタートが始まるんですね。そうですね、埋もれてるのが普通と考えた方が、ね、ね、うんうん、健全なんですね。健全、うんうんうん、なるほどなるほど、分かりました、ありがとうございます。お、質問が来ましたね。紹介ちょっと読み上げさせていただきますね。ノートも活用してブランドストーリーもお伝えして新しいファンと出会いたいと思ったのですが、通常業務に合わせてネットショップに商品を紹介するのも、商品をアップするのにも手一杯で、インスタしてノートしてとなかなか一人でするにはハードルが高いですと。山下さんはどうやって一人で回してらっしゃるんですか。ですね、まあ、この場所がですね、要するにその電車が来てないので暇ということはすごい影響してますね。で、まあ、写真をでもまあその中でもやっぱ効率化はある程度必要ではいて、まず写真は先に撮っとくと。うん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 、でネットストアにも商品をちゃんと上げた上で、ノートを書くみたいな感じの動線は作ってますね。うんうんうん、で、時間の捻出という意味ではベースさんも多分すごい恩恵を受けていて、ベースさんの恩恵を受けていて、例えばヤマト運輸での発送とかだとなんか一個一個データを入力するんじゃなくて、パソコンの Excel に下ろせるような CSV っていうやつをガンと入れて、うんうん、バッと入れたらもう1分ぐらいでもう印刷まで終わっちゃうんですね。だからもう効率化できるところはひたすらなんか便利な道具で効率化してやってると、うん、でお店も今ちゃんとオフィスチェアに買い替えて、はい、肘置けるんですよ。肘を置けて、今回はズーム参加なのであれですね、ズーム参加が現地なんですよ。でこうパームレストってこうキーボードの前に置くやつも置いて、でちょっといいキーボードも買って、うん、でノートにこう画像をピュッとこう載せれるようにこうディスプレイも2つあるんです。おなんかそんな感じでもうなんか外注じゃないですけど、楽できるところはひたすら楽して書くところだけ集中するみたいな環境は、なんか物理面とかハード面
ていうところは整えられるような気がしていて、それも徐々に増やしてはきたんですけれども、あのなんかたくさんやろうとするときに、なんかスマホだけで多分ノート書こうと思ったらしんどいと思うんですね。そう考えるとインスタ のコメントとかも僕はあの Mac で打ってから Mac からスマホにコピペしてとかでやってるんで、結構それも価格載せようとしたりするとスマホだとしんどかったりしますし、なんか楽できるところはひたすら楽してっていうところがなんか結構大事なような気がします。ワディさんチームでこの忙しい、なんか本業もある中でやってると思うんですけど、そのどうやって本業と含めてこう回している、更新をする体制を作ってるんですか。ですね、細かく、分けて、させてもらっているっていうやり方をやってます。例えば、インスタ担当っていうような形になってたりとか、はい、あのノート担当でも、ノートのストーリーを書いていて、イラストは私が書かせてもらってみたいな風に、結構細かく分けちゃってますね。で、アップしたら、ここで載せようねみたいなのをこう、LINE のグループとかで、あ書けたよみたいな感じでこう、アップしてみんなで、あじゃあ載せるわって言って各担当に散っていくみたいな形を、はい、発想とかも、はい、まあ、手が空いてる人が、やるとか、はい、そんな感じでこう、業体制、ね、はい、コミュニケーション細かく取れるようにして、で 何をやるのかっていうのを大体みんなが把握している状態でやらせてはもらってます。来ましたね。全部おすすめだと思うのですが、ストアで特に人気の商品、おすすめのアイテムがあったら教えてほしいですということです。バディさん、なんか、はい、山下さん悩んでそうなんで、はい、そうですね、じゃ あのせっかくなんで、この24ボトル、はい、あのじゃなくて、あ、はい、はい、あのこちらですね、まあ、言えば、ペットボトルを減らすために、自分で中の飲み物を詰め替えて持っていこうっていうような、そういう商品になってます。で、軽くて持ち運びしやすいタイプと、二重になっていて、まあ、24時間とかあの保冷ができたりとかっていうような高性能なんですけど、環境に優しいっていうようなあの商品になってます。で、何がすごいかっていうとですね、あのペットボトル1本減らす と、カーボンオフセットっていう CO2 削減がどのぐらいできるっていう、そのトレーサビリティっていうあの見える化をめっちゃこだわって作られてるところなんですよ。なので、あの割と早く出会ったブランドさんなんですけど、その自分たちがやってることの責任をなるべくこう逃げずに立ち向かっている企業っていうので、すごいこうインパクトがあったブランドなんです、ね、で実際使い勝手もいいんで、かっこいいですね、はい、こちらおすすめしております。かっこいいですよね。パッケージがかっこいいからなんかつい持ってきたくなりますよね、はい、軽いんですかちなみに。これ二重のやつなんで結構分重みがこっちはあります。もう一個のやつはあのペットボトルとほぼ変わらんぐらいの、あ、これ500ミリ、はい、パンパンまで入っちゃってます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。山下さん、お待たせしました。お待たせしました。ノートカバーですね。クラファンで作ったやつですけど、薄型のノートを入れれられるハードカバー、うん、自分の好きな薄型ノートとかスケジュール帳をあの薄いこうハードカバーノートにできるという、すごいニッチなアイテムです。僕も買いました。おすすめです。ありがとうございます。ありがとうございます。もし質問がなければここでおしまいにしようと思います。はい。これはとのことなので、ちょっと時間もしてるので最後にお二方から一言ずつ、あのこれからノートで発信、まあ、ノートというか発信をしたい人、お店をやりたい人に向けて何をやったらいいかとか、まあ、そういうちょっとしたアドバイスとかをいただけると嬉しいです。では、山下さんからお願いしようと思います。はい、山下さんお願いします。はい。はい、僕も実際あの1回ノートを書くのを諦めてたので、多分何かのきっかけで書き始めて、まあ、調子に乗ってこうめっちゃ何回も記事書いてたらどれか一つが当たったみたいな感じのところがありますので、まあ、あのこうこれをきっかけになんかノート書いてみて、それがなんかうまいこといくことを祈っております。ありがとうございます。バディさん、狩矢崎さんお願いします。はい、
そうですね、僕も実は飽き性っていうこともありまして、僕一人だったら確実に3ヶ月ぐらいで心が折れてた自信があるんですね。でみんなが、みんなが頑張ってやってくれてたんで、今なんとか1周年を迎えたっていうところがあるので、もし一人で心が折れそうであれば、一人でも二人でも誘ってみて、共同でやってみるっていうのもいいんじゃないかなと、思ってます。であとはダメだった時の改善のヒントというか参考になるのが、他のノートの方々が投稿してるやつとかはこう、探させてもらって、あ、こういうのいいなって思ったらそこのところをちょっと参考にさせていただいたりとか、そういうなんか出会いがいっぱいあるっていうSNS の使い方がいいんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。ちょっと最後にノートの紹介、今後のイベントの紹介をさせてください。今後のライブ配信の、ご紹介です。来週水曜日、サイゼリア完全攻略マニュアルというノートの記事を書いてかなり多くの人に読まれたマッシさんというイタリアの翻訳師の方をゲストにお招きして、サイゼリアさんと一緒に、その再現をレシピを再現するイベントを開催します。で、その翌週ですね、8月17日8時から、図解総研でいろんなものを図解して分かりやすく説明しているチャーリーさんをゲストにお招きして作る人のための会計講座のイベントを開催します。はい、ノートのイベント情報、今後も新しいイベント企画中です。どんどん発信していきたいと思いますので、こちらの SNS をご覧いただき、フォローもしくは、LINE の友達追加していただければ幸いです。最後にこの本日の感想、学びになったこととか、もうちょっと詳しく聞きたかったこと、これは、アンケートでお寄せいただければ幸いです。今後のイベント企画、勉強会の企画にさせていただきたいと思います。このリンクは、YouTube のコメントのところで書かせていただきますので、もしよければ回答いただけると嬉しいです。はい、ちょっと長く過ぎちゃいまして申し訳ございません。はい、これにて、イベント終了とさせていただきたいと思います。山下さん、狩崎さん、ありがとうございました。ありがとうございました。